週末映画情報シネマキング週末映画情報シネマキング第172回目スタートいたします。案内役は映画ネタリエーター、そしてシネマクロスメディア C2 発行編集人の川本明がお届けします。今回は7月12日金曜日、そして7月13日土曜日、合わせて10作品ほど紹介していきます。まず最初に紹介するのは待望のシリーズ最新作トイストーリー4、こちらの作品から紹介します。最初に紹介するのはトイストーリー4。この作品は世界初の長編フル CG アニメーション、トイストーリーシリーズの最新作となります。前作トイストーリー3はアカデミー賞長編アニメーション賞を含む2部門受賞の金字塔を打ち立てました。本作では前作のその後が描かれ、驚きの結末に涙します。トイストーリー4、7月12日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはミュウツーの逆襲レボリューション。この作品は1998年に公開した国民的人気アニメシリーズの劇場版第1作、劇場版ポケットモンスターミュウツーの逆襲をフル 3DCG でリメイクしたものです。人間の手によって生み出されたミュウツーの心の葛藤、そして人間への逆襲を描いていきます。ミュウツーの逆襲レボリューション、7月12日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはシンクオアスイム、イチかバチか俺たちの夢。この作品はフランスで動員400万人突破の大ヒットを記録。フランスのアカデミー賞といわれるセザール賞にて最多10部門にノミネートされた作品です。スウェーデンで実際に起き、ドキュメンタリーも放映されるなど話題を呼んだ冴えないおじさんシンクロチームの人生リスタートをかけた感動のヒューマンドラマです。シンクオアスイム、イチかバチか俺たちの夢、7月12日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはロミオとジュリエット。この作品は傑作ブロードウェイ舞台を映画館で楽しむ松竹ブロードウェイシネマの第2弾です。今回は人気俳優オーランド・ブルームが初舞台に挑んだ話題作ロミオとジュリエットです。ブルームの熱演を余すことなくスクリーンで堪能できます。ロミオとジュリエット、7月12日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはさらば愛しきアウトロー。この作品はハリウッド屈指の美男俳優として人気を集め、明日に向かって撃てやオールイズロスト、最後の手紙など長年にわたり活躍してきた名優ロバート・レッドフォードが俳優引退作と公言している最後の主演作です。実在した伝説の銀行強盗犯が描かれてきます。さらば愛しきアウトロー、7月12日金曜日より伏見ミリオン座他で公開です。続いて紹介するのはアイアンスカイ第三帝国の逆襲。この作品は月の裏側にナチスが秘密基地を建設し人類を侵略するという規格外の設定で、観客の度肝を抜いた2012年公開の映画アイアンスカイの7年ぶりとなる続編です。前作をはるかに超える超大作 SF アクションが完成しました。アイアンスカイ第三帝国の逆襲、7月12日金曜日よりセンチュリーシネマ他で公開です。続いて紹介するのはハッピーデスデイトゥーユー。この作品はタイムループによって自分が殺される誕生日を何度も繰り返す羽目になった女子大生の姿を描いた新感覚ホラーハッピーデスデイの続編です。主演ジェシカ・ロース、監督クリストファー・ランドン、制作ジェイソン・ブラムラ、前作を手掛けたキャスト&スタッフが再結集しました。ハッピーデスデイトゥーユー、7月12日金曜日より東宝シネマズ名古屋ベイシティ他で公開です。続いて紹介するのは僕はイエス様が嫌い。この作品はサン・セバスチャン国際映画祭最優秀新人監督賞を史上最年少で受賞した若干22歳の新鋭奥山博監督が脚本撮影編集も手掛けた初長編作品です。祖母と一緒に暮らすため東京から地方の学校に転校した少年ユラの前に とても小さなイエス様が現れたことから起こる信仰にまつわる騒動を描いていきます。僕はイエス様が嫌い、7月13日土曜より伏見ミリオン座にて公開です。
続いて紹介するのは琥珀。この作品は俳優の井浦新と本名の大橋明名義で出演した芸人のアキラ 100% が兄弟役で共演したヒューマンドラマです。監督の横尾初樹の実体験をもとに、両親の離婚で心に深い傷を負いながら父から受け継いだガラス細工工場を営む主人公の亮太を軸に、幼い頃に突然姿を消した父親探しを始める兄弟の姿を描いていきます。琥珀、1月13日土曜よりシネマスコーレにて公開です。続いて紹介するのは老人ファーム。この作品は老人ホームで働く青年が直面する現実、そして心の葛藤を描いたドラマです。フィクションではありますが、介護の現場で起こりうる人間関係や事柄、事象が生々しく心に突き刺さります。老人ファーム、7月13日土曜よりシネマスコーレにて公開です。続いて紹介するのは天然生活。この作品はトータスの旅で2017年夕張国際ファンタスティック映画祭グランプリを受賞した永山忠監督による人間ドラマです。ローリングの川瀬陽太が主演を務め、津田寛治らが共演しています。エンターテインメントでありながら骨太な反骨スピリットあふれるアメリカニューシネマを受け継いだ新たなヒューマンハイブリッドムービーです。天然生活、7月13日土曜よりシネマスコーレにて公開です。続いて紹介するのはあの町の夫婦。この作品は愛知県知多市出身の俳優津田寛治さんが監督脚本を務め、ベテラン俳優の渡辺哲が主演を務める短編映画です。知多半島を舞台にした心温まるヒューマンドラマです。あの町の夫婦、7月13日土曜よりシネマスコーレにて公開です。続いて紹介するのはルートビフに恋して。この作品は年齢も経歴も国籍も宗教も生きてきた道筋も千差万別な世代を超えて大工をこよなく愛する一般の人々が集った市民合唱団を描いた長編ドキュメンタリー映画です。ルートビフに恋して、7月13日土曜よりシネマスコーレにて公開です。続いて紹介するのはトライブコールドディスコード、ドキュメンタリーオブ下山。この作品は2009年の結成以来精力的な活動を続け、野外フェスやレーベルを主催し、現在の日本のアンダーグラウンドシーンを牽引するロックバンド下山の初のドキュメンタリー映画となります。トライブコールドディスコード、ドキュメンタリーオブ下山、7月13日土曜より名古屋シネマテイクにて公開です。続いて紹介するのはエンとこの歌、寝たきり歌人遠藤茂。この作品は脳性麻痺で寝たきり生活を強いられながらも介助者たちの力を借りて生きる遠藤茂を追ったドキュメンタリー、エンとこの続編です。介助の若者たちと触れ合い、ベッドの上で数々の短歌を読む遠藤茂さんの姿を映し出していきます。えんとこの歌、寝たきり歌人遠藤茂、7月13日土曜よりメイン小劇場にて公開です。はい、いかがでしたでしょうか。暑い日が沖縄に続いておりますが、皆さん映画館は快適です。好みの映画を探して映画館で映画でしてみてください。そしての情報も頼りにして、ぜひ楽しい映画を見てください。それではさようなら。